どうも、皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、はい、暑いね。暑いな。もう連日ね、なんか35度ぐらい超えて、35度以上の日がね、はい、そうです、連日猛暑が続いてます。大阪の方はもう続いてて、本当に危険な暑さですけど。ほんまにそうです。ちょっとね、まあ僕らもこんなね、シャツ一枚の格好で、はい、ちょっと軽快にお送りしてますけどね。僕やってますけど、はい、まあ、ぜひ一つも買ってほしいということで。そうです。企画、はい、超お得な企画のご紹介と、セールのご紹介、はい、させていただいて、はい、見えますか？これ見よがしにありましたけど、僕らおよび彼女も紹介します。顔なしが、ね、顔なしが、なんか表示価格より 50% オフって書いてますね。そうです、一点ものの、はい、うちで取り扱ってるヴィンテージ舶来掘り出し機ほうがスプリングサマー、スプリングサマースプリング&サマーが1着 50% 引きなんです。やばない？やばい。桜井の生地が 50% オフってことは、はい、ちょっとまあ値段がね、ピンとこないですけど。そうなんですよね、もともとなんぼやってんって話になりますからね。そうそう、どれがなんぼやねんって話。ちょっとね、紹介詳しくねします。これから生地の紹介も兼ねて、はい、やっていきたいなということで、はい、まああのもう言うて8月終わりなんで。そうですね、9月10月入っていきますけど、はい、なんかね、うん、予報だと9月10月暑いらしいんで、例年より。今年は秋がないんじゃないかって言われてるみたいですね。そうだから全然多分ね、夏も着れるんですよ。いけるんです、多分10月いけると思う。むしろこっちのがちょうどいいんじゃないか。ああ、逆に、はあ、そうですね、感じなんで、うん、まあ夏もんの最終セールというのも含めて、うん、超お得なセールになってますんで。で、めちゃくちゃ各店このコーナー、この値段でやってるコーナーって結構な量で構えてるんですよ。そうですね。で、はい、ここ今本社なんで、本店なんですけど、本店でも当然同じようにガッといっぱい並べてるんですけど、紹介しきれないので、うん、厳選の記事だけちょっと持ってきます。そうそう、一部、本当に一部、はい、まあ、今回は本店の記事ですけど。そうです。お店行ってもらったらいっぱいあります。あります、あります。他のお店にも、はい、ちょっと動画のね、あの都合上本店の記事になるというので、ここだけね、ご了承いただければと思います。はい、まあ、あと、ごめんなさい、このセール、対象外の店舗ありまして、はい、M2 プラント、泉店、新金岡店、はい、なんか塩久保店は、ね、やっておりませんので、はい、すみません、すみません。はい、ということで、早速ちょっと紹介させてもらおうかと思うんですけれども、はい、まず1個、ナイキ。おお、いい色じゃない。フカベルデ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 。これイギリスの記事です。デックサイドミルス。ちょっとマイナーな、なんか、あ、聞きならない、クロート的な、はまあ、ただイギリスの記事で、イギリスの記事です。グリーンね、金子さんも今年作ってましたけど、押してます。はい、 僕が作ったやつよりかはもうちょっと深みがあるので、より多分ビジネスには使えるのかな。いや、そう、飽き物としてもいけるかな。これがね、素材がなんと、そこです、ケルモンヘアか。そう、 60% サマーキルモンヘアです。サマーキルモンヘアか。はい、モンヘア60%。まあ、本当に夏のね、はい、あの高級素材と言われるそうです、モヘアがなんと 60% 60% 入ってます。でこのキッドモヘアの光沢もありますし、はい、そのシャリ感とか張り腰っていうのはもう本当にこのモヘアならではというか、そう、独特なね、あの仕上がりになります。めっちゃいい生地ですよ、ものとしても。ものすごい、しかもお値段ね、50% オフということで。そうです。実際いくらになるんかっていうと、はい、これもともと安いんですよ、これはね。安いですね。ちょっと調べるから待って。6万500円です。
もともと5万5000円の消費税、6万500円税込み、はい、そうなんです。6万500円ががこれですやん。くせやろ。だから3025で3万250円なんですよ。3万円でこれが買えるの。そうですよ。えぐいて。しかもこれ1個目ですか。まだ出してえぐい3万円でこれか、このクオリティが買えるのかってやつです。で、現代では多分なかなか出回ってないじゃないですか、これほどモヘアが入ってるやつ。ないない、最近は見ないですよね。そうでしょう。しかも多分あったとしてもそもそも6万500円でも買われへんと思う、はい、間違いないです、ね、今やったら、はい、でもヴィンテージですから。まあそうヴィンテージです。一周回って彼の時代が来たわけですよ。やっとね。広めを。いや、これ絶対買いですから、ね。いや、マジでそうですよ。はい。そうそうそう。え、いいでしょ。いい。ほんまに。これが3万円で買えますから。はい、買えます。一応、まあ、期間だけ設けるとも9月いっぱいぐらいまでは。もう、そうですね。メドにしてますので、ね。やる予定なんで。まあ、これ、一点もんなんで。はい。なくなったら終わりなんで、これを動画出してる間にも、はい、そうです、もうこうしてる間にね、そう、なくなってる可能性もあるんで、はい、ぜひお早めにお越しいただければと思います。はい、はい、まあまあちょっとメールで問い合わせしてもらってもいいですけど、うん、はい、バンバン行きましょう。まずこれ一つ目、これ一個は行きますか。イタリアのライトグレー、今季のトレンドですからね、このスプリング&サマー。これはデルフィノですよ、はい、まあ、最近よく聞きますよね。聞きます、イタリアデルフィノ、うん、イタリアの生地って言ったらもうデルフィノ、カノニコ、うん、レダーあたりが有名どころですけど、これがね、はい、通常価格64,900円。そうです。が半額で、え、32450、32450円、33000円でお釣りが来ちゃうよ。デルフィの3万円っつったら、ちょっとスーツ好きな方やったらええー、ってなるでしょ。間違いないです。しかもデルフィの、でもただのデルフィのちゃいますからね、これ。そう、これまた素材がね、はい、K80、 K、羊80、ウル80、シルク20。あ、多いですね、シルク20。そうよ、だからさらっとした生地で本当に高級感ある仕上がりになるので、ただのライトグレーじゃないんですよ、無地じゃないんですよ、これは。スーパー120ですよ、うん、原毛まで細いと。そうや、こいつももう満を持してですよ。いや、しかもほんまに今時ですしね、この子もね、はい、2周して誰かこの子をもらってあげてください。この子を可愛がってあげてください。お嫁に行かしてあげてください。そう、そこのあなたです。そう、いいと思った人はね、これ絶対使い勝手いいと思いますよ。まあ無地やからね、いろいろコーディネートもしやすいですし、うん、うん、熱の発散性も良さそうし、3万、まあ、3000円ぐらいか。そうですね、で買えると思ったら、はい、安いもんですよ。笑けますよね、3万3000円で買えんねや。スーツのね、代金っていうかね、値段が安い分。そうです、なんかオプションとかもこだわったりもできそうですし、いいかも、はい、その分ね、うん、ぜひぜひそういう、うん、あのね、こだわって作りたい方とかも今は超お得にできる。お得です、はい、普段しない仕様とかぜひやってもらって。そうです、こういうこれを機にね、うん、これ2つ目、はい、聞いてみましょう。じゃあこれいこうか。これヴィンテージダークネイビーで、鉄板のウィンドウペン、人気柄ね、はい、僕選んじゃいがちな柄ですね、これ。格子柄自体もそこまで派手じゃないんで、非常にビジネスでも使いやすそうですし、はい、若い方バンバン着てましたよ。オール全年代いけるでしょ、これぐらいの柄やったら全然いけます。おしゃれやと思います。こちらはブランドは何ですか。ギラノス。ヴィンテージを感じる感じるよね。ギラノスって多分
見たことあると思う。お若い方はちょっともう馴染みがないかもしれないですね。そうですね、オフランスのブランドですね。オフランスですね、うん、ギラロッシュ、ギラロッシュさんが創立したブランドです、ギラロッシュファッションブランドとしてのブランドですね。そうですね、いろいろちょっと多岐にわたって展開されてるようなブランド、うん、よくあることですよね、うん、まあ物はすごくいいので、はい、いいです。まあまあまあこれは多くを語る必要なくない、はい、いいもんですよ。純粋にウール 100%、 いや毛 100%、 スーパー 100S ですね。いいね、いや使い勝手いいでしょうね、スーパー100ぐらいだったらね。なんか、うん、これ結構夏ってウールとポリエステルが入ってる生地が多いじゃないですか、はい、多いですね。やっぱ生地が薄い分耐久性も出すためとかっていうのもあるんですけど、夏のウール100のスーツ、はい、めっちゃ着心地いいですから。そうです、ほんまに涼しい、涼しげですよね。ウールポリ作ったことある？あります。ウール100も作ったことある？両方あります。なんならモヘアも手出します。ウール100ってなんかちょっと違うくない？夏に、うん、なんかイメージ的に、イメージ的にというか僕が着た感じも全然違う。ああ、着た感じか。そういうことです。涼しさとか、うん、その生地の柔らかさがあるから。もちろんハードに着たらダメですよ、はい、ウール100なんで、はい、すぐ傷んじゃうっていうのはあるんですけど、うん、やっぱ天然素材のその柔らかさと通気性っていうのは、うん、もうね、ポリエステルにはどうはもうそれには勝てない。そうですね、いくらポリエステル頑張ってもね、うん、だから一回ね、これまあ基本的に今回紹介するのって全部天然素材なので、はい、そうです、そうエアセアのね、枕、うん、まあこれもそう、まあ、ね、これ75,900円です。759がだから何本なの、俺ちょっと暗算できへんから。37,000、え75,900円割る2や、37,950円。ほらブラボ、もう38,000円の領域を出てないから、ほんまに、ほんまに、マジでスーツ大体30,000円台で作れんじゃねえみたいな。いやそうっすよね、やばいよ。まあまあ限定ですけどね、うん、いやめっちゃ安いやん。安いっすよ、しかもこの色柄でしょ。工程工程マジでもらったって。暑いしスーツ売れへんから買うて。ちゃんと言う。マジでマジで会いに来たって。このブランドも結構いろいろ、いろんな色も展開してますから、うん、ベージュもあったりもするし、いろいろあります。ほんと、うん、なんか流行り柄がいっぱいある。そうです、はい。まあ、同じコンつながりでこれもいきましょう。はい、これはこれも一応、ネイビーです。ネイビーのちょっと今時じゃないですか、これウンガロだね。はい、エマニエルウンガロです。まあそれもね、人気柄ですよね、紺のストライプね。はい、ちょっとチョークストライプ系とか少し太めのストライプです。いやらしくないです、しかもこれ。そうだね、はい、ウンガロもフランス、オフランスですよね。これも柔らかいですよ、もう絶対ウール100やなって分かりますもん。ほら、100って書いてますやっぱだいたいね、そのヴィンテージ生地でポリエステル入ってる生地ないから。あんまないですね。もうモヘアかウールでしょっていうくらい。そう、夏物なのにちょっとツヤありましてね、上品ですよ。そうだね、うん、だからそんなにね、なんかペラペラな感じじゃないから。そうです、割とこう、しっかり、ほんとにそれこそ10月ぐらいまで着ても全然問題ないぐらいの、全然わかんない生地感なんで、はい、ぜひね、この辺も、はい、でこのウン、ウンガロ、あ、そう、エマニエルウンガロ、ウンガロがいくら？これが97,900円、10万切ってます。これもいいお値段するけど、はい、97,900円。もう錯覚しません、ええ値段するって設定がちょっと打ちやすいんですよ、ね、高い、はい、これが半額？そう、48,950円。5万切ってますもんね、うん、ようやく4万円台に乗ってきたよ。確かに、やっと、やっとか、やっとや。次のやつもやばいですよ、これ有名やと思いますね。
最後これスキャバル。そう、スキャバル。スキャバルね、スキャバルって言うのやばないですか。ヴィンテージ感じませんもんね。感じるよね。スキャバルロンドン。スキャバルロンドン、はい、スキャバル、ブラウンですよね。ブラウンムジー、ブラウンムジー。これウールとモヘア、これも。あ、モヘア入ってるんですよ。入ってますんで、まあ、スキャバルはもう有名ですからね。はい、スキャバルあるって言われるぐらい人気はありますよ。なかなか最近ちょっと見受かないけど、もう一点物ならではの、ね、イギリスの生地がね、やっぱちょっと高くなってるっていうのがあるんで今、ね、イタリアの生地が今多いんですけど、やっぱこれもやっぱヴィンテージだからこそ、そうです、お安く提供できるんですよ。このスキャバルも 97,900円なんで、もともとのお値段が 48,950円で、どうしよう、安ないですか。安すぎでしょ。でしょ、スキャバル5万以下はおかしいっすよ。売ってないっす絶対、うん、そんなんやっとるんですわ。そうなんですよ、ほんま。また上品なね、ブラウンやから。そうです。で、しかも単色ブラウンとかじゃなし、あのグレージュ寄りのブラウンみたいな感じ。ちょっと入ってますね、グレーがね。はい、ちょっとなんか雰囲気的にもシャークスキン風な感じ、ベタムシではない感じ。そうっすね、いろんな色が入ってるのが近くで見るとわかります、ね、いいじゃないですか、スーパー100ですもんね。いいじゃない、いいじゃない。まあ今日動画で紹介するのは、はい、まあこれぐらいなんですけど、はい、これ本当に一部です。ほんまに一部です。お店来てもらったら、この生地がかかってる、はい、まあ棚じゃないけど、そういうのがあるんで、だいたい出て ここら辺からここら辺までずらーっと生地になってますから。そうそう、そこら辺だいたい半額になってるんで、はい、結構選びたい放題な感じで見てもらえるんで、ぜひね、かき集めたんで、ヴィンテージ生地、はい、ほんまやそう、安くできるやつを。そうそんなに安くできるのっていうぐらいあります。ほんまに掘り出し物にしちゃってますからね。円安でね、輸入製品なんか高いじゃないですか。そうですよ、今は値上げないですよ、ほんま何もかも上がってる中でこのお値段でできるっていうのは、もう今後ないかもしれない、かもしれないぐらい安いんで、うん、ぜひ今できるうちに時代を逆行しようじゃないか。そうっすよ、本当にほんまにそれぐらいでかいことしてます。うん、本当に別に買わなくてもね、見に来るだけでも楽しいですよね、うん、見るだけでもいい記事に巡られ会えるかもしれないので、ぜひ足を運ぶだけでも来ていただけたら。そうそう、見に来るだけでも、はい、お待ちしてます。期間って言ってた、一応違ったの、9月末で、一応目処9月末で、はい、予定です。在庫がなくなったら早く終わっちゃうかもわかんないですけど。そうですね、うん、ぜひぜひ、うん、お早めに、はい、この紹介したやつもなくなっちゃうかもわからないんで、ぜひお早めにお越しいただければと思います。はい、狙ってください。はい、はい、ということで、はい、今回はこちらのね、はい、ヴィンテージインポート生地、そう、ヴィンテージインポート生地半額です、半額セールのご紹介でした。はい、はい、ぜひ皆様のご来店お待ちしております。お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。